クレーマー橋は、ドイツ中林ン,ン州の都市、エアフルトにある橋である。クレーマー橋とも表記される。名称は、商人の橋という意味がある。イタリアフィレンツェのベッキオ橋のように、橋梁の両側に、多数の店舗が並んでいる。歩行者専用橋である。夜のクレーマー橋東側にあるベーニガーマルクトと、西側のベネディクト広場を結んでいる。南西には、 フィッシュマルクトがある。橋の東側には1110年に創設されたエギーデン教会がある。形式はアーチ橋であり、ゲーラ側に架橋されている。橋の全長は125メートルであり、幅は26メートルである。クレーマー橋の31番地には、この橋の歴史をテーマとする展示を行う施設が設けられている。この橋の最も古い記録は、 1117年に遡る。橋はもともと木材で作られていた。1156年、橋梁の上に初めて雑貨店が開設される。1175年、1178年、1213年、1222年、1245年などに発生した火災によって被害を受けている。1325年に石像の橋となり、 京都府にある教会が大規模にリニューアルされた。1472年から1486年にかけて住居としての用途を持つハーフティンバー様式の家屋が建造される。橋の西側には19世紀までベネディクト教会が存在した。ありがとうございます。